改めてそういう食べ物に感謝したり、あ、もっとその手料理を作ってあげたいっていう、そう気持ち、その意識のその気づきを結ぶものがおむすびじゃないかなって。私はずっと今まで47年同じことをやってきただけ、何にも変わってないんです。なので変わったのは世の中が変わってきたんだと思います。おにぎりは、私たちが若い頃はお家で作るものです。おにぎりは今はおにぎりは買って食べる、食べに来る、そういう時代になっちゃったんでしょうね。Introduction to this was in Japan, so I was just so happy that I can get it here because it's a great, light, healthy snack on the go. No regrets after you eat one of these. Sushi 以上に可能性があると思ってます。やっぱり寿司は酢飯で海鮮っていう、まあ一応縛りがあるんですけど、おにぎりは例えばじゃあビーガンの方が食べれるおにぎり、ハラルの方が食べれるおにぎり、いろんな世界のカルチャーにフィットするので。